皆さんこんばんは、ほなまるです。今日はですね、先に品物を見せます。ドーン、よいしょ。今回はこの開封をしていきたいと思います。で、前の開封動画で誕生日、11月29日が誕生日で、その誕生日の、なんて言うんだろうな、自分へのご褒美開封みたいなのをやってたと思うんですけど、それの第2弾になります。で、前回もそうだったんですけど、今回もポップマートじゃない商品になります。プラス前回同様ヘルニアショップさんで購入しました。でね、これ初めて見た時すごい可愛くて気になってたんですけど、ヘルニアショップさんで購入できるっていうのを知って、すぐに注文をしてですね。で、最初はピース買いしようと思ったんですけど、今回はちょっとアソートで購入をしてみました。なのでこれを開封していきたいと思います。これアソートで6個入っていて、ラインナップがシークレット込みの7つなので、シークレットが出ちゃうと1個手に入らないっていう感じですね。なのでちょっと今回はこれを開封していきたいんですけど、今日全部開封するのではなく、前半後半と分けて、3つずつ開封していこうと思っております。なので今回はこの中からですね、3つだけ開封していきます。ちょっと開けていこうかな。こうやって椅子みたいに、よし、とりあえずここから3つ選んで開封していきたいと思います。さあ、じゃあ、かわいい、3つ、よいしょ。さあ、というわけで今回はこの3つを開封していきたいと思います。で、狙い的にはピエロみたいなこと、クマ、とりあえず何が、あ、これだね、何が出てもいいでしょうって感じですね。とりあえずシークレット出なくても書いてある、そう、シークレット以外の6個は手に入るので楽しく開封していけたらなとは思います。それでは開封していきましょう。じゃあ、重さも、なんかよくわかんないから、こっちから開けようかな。いきます。これ、ダブったりしないよね、さすがに。なんか初めてね、買うところだからさ。あ、この形ね。一つ目、あ、これね、そう、枕となんかあれがあるから見ちゃうと、じゃーん、これはウエスタンの子、かわいい。
どっちだ、こっちか、こうだね。あ、すごい、ちゃんと頭の形になってる。で、これのすごく可愛いところが、この枕がねついてくるんだよね。ちょっと傷ついちゃってるけど、これがこうなるのよね。とっても可愛い。どっちだっけ、こっちか。こんな感じで、こんな感じの子がこれから5つ出てくるんですけど、1つ目はカウガールか。2つ目、めっちゃかわいい。いきます。次何の子だろう、どの子に出会えるか、めっちゃ楽しみ。見ないようにして。2つ目、魔女の子だ。じゃーん。これどっちだろう。こっちかな。いや、こっちっぽいな。こっちだ。ね、見て。星柄だった枕。こうかな。頭がかまると思うんだけど。でも、じゃあ本日ラスト。寂しいね。もうあと3つあるんだけど。本日ラストですね。これさ、なんかうまくフィットしないのかな。私が悪いんかな。なんだろう、なんかうまく被れなかった。じゃあ本日のラストです。いきます。ピエロちゃん、かわいい。ちなみにピエロちゃんはこの形の枕でした。こうして、でこのお尻のところもですね。風船が。わあ、かわいい。ということで、今回はこの3つが出てくれました。残りあと3つ残ってるので、次回開封をしたいと思います。ウェンディちゃんめっちゃ可愛くて、こうさ、なんか寝てるっていうさ、なんかシリーズ新しいよね。なんか大体座ってるとか立ってるとか、なんかそういうのが多いと思うんだけど、あとなんか、なんて言うんだろう、このプニプニ感というか、赤ちゃんっぽいというか、この寝てる姿がまたとんでもなく可愛いし、
やっぱ他の子見たくなるね。で今回このちょっと、カウガールみたいな子と魔法使いみたいな子とピエロみたいな子が出たんだけど、バニーのやつと白雪姫、クマでシークレットの多分星の王子様のモチーフの残りがあるので、ちょっとあと3つで何が出てくれるのかめちゃくちゃ楽しみですね。というわけで今回はこのウェンディのシリーズ、アソートで購入したので3パック先に開封をしてみました。なんか皆さんもなんかこれこういうのがあって可愛いよとかなんかあったら教えてほしいな。なんか私も結構いろいろ調べてはいるんだけど、なんかねやっぱインスタとかで見るぐらい、あとツイッターとかしかしてないからね、こんな可愛い子がいるのとか、私はこれツイッターで知ったんだけど、といろんなねトイがブラインドボックスめっちゃあってと楽しいからね、ちゃんとなんかあのコンテナをちゃんと買ってこの子たちを収納したらまたそれを撮りたいなと思ってるので、なんかおすすめなトイあったら教えていただけるとありがたいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。 SNS のフォローよろしくお願いいたします。それでは次の動画まで、バイバイ。後編楽しみにしててね。